はい、えー、それでは「何重ジレース明日行きましょうか早速行きましょうレッチェッコはいえー、明日は「何重ジですね小倉もあってはいえっ、ー、と重症ちょっとねえってなって結局僕がしたの前も言った通りニューイヤーステークスの「何重ジレースだったんで今回も人みたいなと思ってるんですけど えーとねー中山と中京が今んとこトータル含めたらプラスでと小倉がちょっとね調べたらマイナスやったんでえっと思って何買うたやろ先週何買う先週 <laughs> 何買うたやえっ <laughs> いや中山と中京でホクやなもうじゃねえ小倉でめなんか60 70%ー取れてなかったみたいな何勝ったっけ俺ちょっと待って <laughs> ちょっと脱線していいですか何勝ってんのあありいやアリーボイルマットでここを取っただ俺え取ったよ3連覆8000円ぐらいやろ7000円これ取って負けてるからなえっと思ってえ何で負けたの響きなどえ <laughs> ちょっとびっくりした <laughs> ああれかな日曜日かな日曜日やられると全然長かったからな えどこで買うたん俺払い戻しで見れるいやこれ見よう印出えへんか4567え回収びっくりして60%しかないあ文字,文字ステークスは負けたなこれは負けたえ12列あとえ負けてるけどこれだけでそんな行ったちょっもういいか <laughs> はと思ってそんな負けてんのてはいわかりましたありがとうございましたでまあっ今なんでほんまね初うステークスで無難にパラダイスリーフマイネミトスベイルネビラで2等軸全流しでまあまあまあ硬くてもええかなと思ったんですけどパラダイスリーフ多分ここでいいと思うんですよ3連覆主軸2等軸あとマイネミドスとベイルネビラ たけしとでむちゃ流してたらまあ当たるでしょうと思ってたんですけどいやご苦労で取り返したいですね中京も流しのアイルエルカス TJ けど7等立てやしないや行きましょうかこっちで7等立てでもさ稼げるとき稼げるんやで全流しで5点だけで済むねんな安いけどそっか二等時高に2倍する人気通り決まりそうです シャカランダレーンとかやな。統計ミラと俺、エスカティージョかなと思ってたっけど。あ、な、なやな。ちょっと待ってよ。ここらか。今んところ暫定小倉城なんですよ。理由小倉で負けてるからと言った以上です <laughs>。以,<上で> <laughs> 以上です。えっとね、湘南マリオとか、もあるんやけど、一旦 ごめんち湘南まで,で,でれーって強いこれいや横山和也からだけで人気でさよも、ね。もないこれいや微妙やな今んとこね今日はウォールですよ前も言ったけどほくら千七皇子校舎っていうか最近ちょっとここで固め打ちしてるんでもうこのままから行こうかなと思ってちょっと中居さんが乗り換え鮫島さんらしいんですけど鮫島亮太さんの方ね はい、おとおお父さんでお兄ちゃんやえな。えー、勝間さんが弟ですよね。ちゃうかった。ん兄弟やんな。あれちゃうかったっけごめんなさい。ちょっとで兄弟ちゃうかったごめん。あれ、兄弟って聞いてないけど。えっと。で、相手もやっててね、ピクトル・テソールを前だったんですけど、一応、二刀。えっと、ローベルが、えっと、前走一番人気残敗組ってだけで選んだんと、それだけね、と、え、分からんのに間まってないで。刀。里野ロイヤルね。 はいえー、こちら7か月前に買って以来なんですけどまああの小倉で浜中山上で未勝利で圧勝してるとこ考えるとここらでもう一回爆発あるんかなってところで、まあ、ただこれ二等軸断定て流されへん正直この4ピク,ルロピクトルステソールか合わせて全て穴人気系の和なんで誰が一番人気なの湘南 <laughs> マリオ。 まだあれやんなローウェルは全祖一番人気やからそこそこ人気そうやんなあと共和ウォールもそんなにあれじゃないと思うんやけど誰やと人気で言うとうんサバビアンとかか屋根、ね、人気で言うとあ微妙やななんかどっこいどっこいやっぱ和夫さんが人気か あと、プリ、プリ、ブリエベールが前奏1.5秒差。何馬にこれ話したの ?9 馬に差なっしぐらい。ブリエベールでちなみに、えー、っと、前奏1勝クラスを圧勝して、あ、札幌で勝ってね。なるほど。こクかは初めてね。了解です。これ距離伸ばして成功したんやんね。確かね。はいはいはい。了解です。ブ,ーブリエベールが結構人気出そう。 了解です定量戦ですよねはい小クラスまあ前の一体一の競馬やったらあれかブリーベールを誰が捕まえにくかった話なんでしょうねはいぐらいか、まあ、ブリエベールブリエベールかちょっとごめんなさいブリーベールちなみに何番人気なの予想通ごめん予想図ですけど、まあ、全然統一になるの分からんですけどねこれあサトナロイヤルロウえ <laughs> 人気やった キオー,ール、あ、<laughs> すみません、キオー,ールも人気でした。<laughs> マジかよ、サトノロイヤル一番人気だ。あ、そうだ。あ、そうですか？あ、そうですか？思ったより人気なのね。サトノロイヤルか。まあそうか。そんな多くないじゃないか。あれ、思ったより人気通りえ。これやったら俺買いたくないな。え？<laughs> むしろこれの人気やったらあれ、キオワホールも知れてんな。え、それや。 湘南マリオ大成シェダル待また吉田綾瀬さん何人気ですかこれあーでもま強そうか吉田綾瀬さんちなみに今年ダメでしょ今まだでしょあ,あでも例年に比べてはそこそこいいですけ残してたっけごめんなさいほんま見てなかったえそれやったらブリービール逃げるのにかけようかなえー、4キロ増でも2勝利買ってるしな 前奏14キロ限定ったやなこれすごいねえっ何な,なんそれちょっと待ってえなんかそれは面白ないねブリーベールの方が人気ないから押し切れそうな気がすんなえー、女え女ええあでも動画撮んねんなイグナッツかこの2頭で逃げ争いやろうえー、なんか面白ないぞピクトルテソール内から攻めるいやーちょっとでも 中目外目,の目なんかおもんならあったな急にえそんな人気出んのサワビアンは人気出るちょっと人気出そうやなと思ってたけなんせね小倉でほんま走ってたんも今日ョーバーボールだけなんですよねまともにこんだけ走ってたえ嫌や,やな嫌や,や,やな言うて思ったえー、これはジョディーズロマンは あと前中京からの前で惨敗組でこられへんなんかなんかちゅよく言うてるやついつも中京先行して負けたらさ小倉へリベンジしやすいですよ言うてるやつああそれこそイグナッツかイグナッツか小倉実績ないか逆にチャンスかな了解ですなんかなんか言えなでも逃げようはここ今あれやな ブリーベーロルからあんまり激をしたくないなちょっと待っていう誰かおらんのかローウェルも失速前走したけどさっきの声出なかったっけあもうそういう言っちゃうともう体勢してだろ,うてだろうかニッソお前も 宗教講師やなうわあかんおらんわ残念いないです、ね、あこれはサブロン勝連投連投やけどなんかここらは1000メートルでかしておりませんか了解ですはいちょっとまた明日ババ見て考えましょうかまあまあ最悪初富士ステークスで勝負しますわ最悪ねはいということでまた明日 ライブでできたらお会いいたしましょうかな明日間に合うと思うけどなご静聴ありがとうございました